ジャーナリストの三宅克久と言います。実は今日1時40分から同じ民事38部で私が趣味のようにやってる住民訴訟 の裁判が同じ今日の谷口裁判官であって、で非常に、条例がおかしいという裁判なんですけども、非常に最近思うのは、誰が見てもおかしい、もうさっさとこんなものを条例改正して、うちは改正しましたよと言った方が政治的にもポイントになるし、仕事も楽だし、私も楽だし、なのに頑張ってしまうこの役人の皆さん、何がもうすごいへりくつを考えてですね、とにかくその裁判を一生懸命やって、で裁判で負けるまで変わらない、で裁判官も一生懸命それに付き合うという、そういうことに日本の裁判官の皆さんすごいこの労力と税金を使っていると、もうクタクタになって、いうことが非常によくわかるんですけど、私最近の見た映画で、我が闘争、ヒトラーのなんとかみたいな、ちょっと図書館にあって、おこれはすごいその麻生太郎が大好きな映画かなと思ったら、そうではなくて、いかにこの変な貧乏の身の屈折したおじさんがですね、すごいその権力欲に取りつかれて、俺が不敵だったのはこのユダヤ人のせいだみたいな、このその怨念が頭の中でどん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 増殖して、それを容赦するやつがどん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 増えていって、とうとうむちゃくちゃになってしまうと、というのを見てですね、やっぱりその萎縮を、人間がなんかこう怖い体験、怖いことを感じて萎縮するというのが、いかにその怖い結果を招くのかと、みんなして頭叩いてですね、お前やめろって引っ張って下ろせばそれで終わった話が、いや俺の給料がなくなるかもしれないとかって、それしょうもないことで怯えて、その怯えが次々に伝染して、これが50人なり100人なり1000人なり1万になった時に、みんなしてそのある意味その人間が狂気に変わってしまうと。だからその、今そのかなりその怖い人間が狂気になるかどうかという、その集団の狂気、集団の核兵器みたいなですね、ことに、世の中がなるかもしれない。人間は普通のおじさんたちが、 おばさんたちにお兄さんたちがすごい 凶暴な、集団に変わりうるんだと、これは自分含めてですよね、ということをやっぱりその、学んだ方がいいかなと。私たちは今、私は日本がどんどんこの竹富士のような国になってるなと昔思ったんですけど、竹富士はなんといい会社だったのかというのを最近思ってですね、竹富士は核兵器を多分使わないし、多分そんなことを思いつきもしないでしょうし、殺すことも多分ほとんどないと思うんですけども、この今の日本 の明治政府の鍋の果ての、この巨大な竹富士みたいなもの、だって暴力装置を持ってるわけですから、えらいとこに私たちは住んでたんだなということを気づいて、このまま宗主国にこの奴隷戦で連れて行かれて、この戦争奴隷として、昔グラジエーターなんか絵がありましたよね、ああになってしまうのかと思ってた、これはやっぱり大変だと思うんですけど、この困難な時代をどうやって楽しくのびのびと生きるのかということをやっぱり最近思います。さっき倉田さんがニカラゴの話をしましたけど、三宅さんちょっと短めに長いでしょ、ね、すみません、はい、そういうのやっぱり萎縮しちゃダメなんです、みんなね、言いたいことをどんどん言わなきゃ、今日の谷口裁判長も言いたいことあるんですよ、彼はね、俺夏休み取れなかったとかね、なんだ俺こんなややこしいことやらせるんだとかね、三宅さんまでちょっと萎縮めにお願いしますし皆さんそういうね言論弾圧には抵抗して自由にやりましょう。はい、ありがとうございました。